ちは、大住ゲンズブルです。さあ今回はうちくるの収録ということで、こちらは愛知県は一宮市にございます G&L 一宮店に来ております。もう入場して台を押さえたんですけどもね、おそらく当たりはお決めでございますね。パチンコの埋まりが非常に早くてですね、まあおそらく常連さんとおぼしきお客さん、若いお客さんから、ご年配のお客さんまで一気にずらーっとお決めに来ましたんでね、パチンコが強いお店なのかなと思いながら、僕が抑えましたのはバラエティコーナーのモンキータンツーでございます。このモンキーは、今年ねモンキー3が出るという話になっておりますけども、収録日の年末現在ではまだ導入日は決まっておりません。で僕はこの V ブレス動画の中ではね、信頼をやるものづみ研究所という番組をやらせてもらってますけども、このモンキー3ですね、自分から直訴しました。 V プレスさんに、ぜひともモンキー3をやらせてくれと、こういうことで直訴いたしましてね、まだそれどうなるか分かりませんけども、そういう題も出るということで、まあ、そのおさらいの意味も込めてモンキー2でございますけども、僕はそのモンキー3を直訴するぐらいですから、モンキー2も大好きでございます。なのでね、今日はその3の導入前に、皆様にそのモンキー2のいいところをお見せできればと思っております。一応前日のデータポチポチしておりましたらば、前日の最終ゲーム数も分かりましたんで、リセットがかかってなかったらさすがにちょっとやめるかもしれないですけどもね、その場合は今日はパチンコも視野に入れながら立ち回っていきたいと思います。というわけで、実戦スタートです。頑張ります。初スロコーナーはどこだ。パチンコが割と早いですね。めっちゃおきゅうびが埋まっとる。3回しか当たってないのか昨日。あれだな、昨日の最終ゲーム数が履歴で分かるんじゃない。あ、分かる分かる。リセットの有無が分かりやすいんでモッキーからいきますか。さあでは実戦開始です。朝一モンキーターン2から実戦を開始いたします。で前日の最終ゲーム数が、まあ、データを見るに364ゲーム、まあ、若干差があったとしても、お早速強チャンス目、若干差があったとしても、まあ、大体その300のゾーンが終わったところで昨日はやめてるのかなという感じです。なんでまあ 1,2 杯以内に全場来てくれれば、まあ、そのゲーム数によってはリセット濃厚となるわけですね。なさそうだなこりゃ。強チャンス目からの懲罰はなしと。はい、逆チャンス目2発からの懲罰もなしと。あら、これ2発目の、あら、これ2発目の弱チャンス目が当たってるわ。ほら、懲罰です。はい、プッシュボタンでタイトル変化、もうこの時点でね期待度めちゃめちゃ高いです。 80%90% ぐらいあったんじゃないかな確か。ボン、
はい、弱小チョコパス34ゲームです。まあ動画的にはね当たってほしいとこではありますけど、これで当たると逆にあれだな、だからリセットの分分かんなくなりますよね。僕はあの懲罰はもう完全えのきさん派です。行ってこい。たまにこのボタンがでかい時ありますけどね、その時大体一発でバーンになります。はい、外れ出目なんで確定ではない。長くないか。おー、いった。うーんってとこですけど、まあとりあえず、投資2本です。36ゲームです。シラッシュ、いやこれどうすか。その唯一ちょっといい材料としては、転生を打ってるお客さんがいるんですけどね、転生が浅いしすぐ当たってるんですよ。で転生3台あって今のところ1台しか動いてないんですけど、その1台がすぐ当たってるんで、まあ、リセットで当たってる可能性はまあまああるかなってとこですね。その転生に関しては、まあ、正直まだパスコーナーちょこちょこ余裕があるんで、万が一その転生が天波で当たってるなら音で分かるんですよ。ただ天波で当たってるか、あらららららら ら特殊1が出た。まあいいテーブルが選ばれてる可能性が高い AT 開始画面ですね。ただね、1個だけ確かこの1レース目の継続率が 10% っていうテーブルがあるんですよ、この特殊1が出ても。だそれの場合はもちろん単発の可能性はあるんで、だから一発目切り抜ければまあまあ期待できるんですよね。で、テーブルの選択率自体にも若干ですけど設定差があるんで、で割と奇数偶数なんかはね、まあ、分かりやすくはなってますよ。後乗せもなし。さあどうなる。あー、これならいけるぞ。ボタン連打でオッズ表が書き換われば継続確定です。道口が2番人気だから女カットインが出れば激アツです。男か、男はまあえのきさんが消えるだけなんで、結局えのきさんもともと後ろだったでしょ、5番人気かなんかあったでしょ。えのきさんはどうせ来ないんですよこのレース。だから道口が一番怖い中で道口が来てしまった。これちょっとチャンスアップ絡まないとやばい。ういボートか。次、あー、ここは通常パターンなんでこれはちょっと厳しいですね。いやー、開始画面で単発か。 V 出ろ、ロゴのみ。あー熱い、即輸出は熱いです。ただ単発か今ので。くそー、いやー痛い。うわー、えのきさんダメだ。だからそれをな、 AT 中にやらないと。輸出中の演出が弱ければもうここはアウトです。で天国抜けと。
当たるときはね、ポン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 黄色ぐらいまで行くんですよ。あー、これでチャンス役否定だと熱いですよ。熱い熱い、リプレイ、これはちょっと熱い。これで黄色、いいぞ。オッケーオッケー、今のところそこそこ強い。まあこれはめったに発展しないですけど、あれで発展したら激アツ。キャー、天国です。相手はお、エロキさんか、珍しいね。負けるってことはないよな。はいはいはい、嘘やろ。あー、オッケーオッケー、必殺技に耐えました。でここでボタン連打して隅が出れば、はい、これで当たりです。オッケー、120ゲーム追加1本です。よーし、よし、いいぞ。もう今日ずっとこのモンキーでいいや。お、まだ粘ってますね。あー、始まった、全然始まった。やっぱ35本だよ。今34本なんで35本目に当たりますね。もう AT 始まってから引けよ。うわー、もうもったいない。まあ道具ですけど、ここは大丈夫ですよ。まあ、大丈夫とかいう問題じゃないんですけどね。35本目、やっと道口に勝ったかと思ったらほぼ天井。パイーン、989ゲーム、4回目の初当たりですね。投資が35本、次こそ単発を開始を。さあ頼むぞ。塩崎さん、いやー、これは4連単の可能性が、あー、2番か。だからここで欲しいのがもう男カットインですよ。もうカットインは何でもいい、男でも女でも。カットインが出さえすればここはもう勝てる。うわー、もうこういう時は出ないんだよな。もうザクチャンスめのきさん、いやでもね、青島さんが4番人気だったんで、これはまだなくはない。肌野の順位もね大事ですけど、青島さんの人気も大事ですから。ほら来た、いいぞ浜岡さん、頼む。よし、アサッパダウン、パイーン、よし、よしよしよし、やっとっすよ、やっと、よーし。さあ、うー、さっきと全く同じ。カットイン、
やーないか。浜岡さん、浜岡さん、浜岡さんないか。ロゴなし。やっと頑張っても2連だから遅いってチャンス役が。さあ300のゾーンです。唯一に行くのがね今333ゲームなんでちょっと早いんですけど、まあ、ここは早くても普通に外れるところですね。おっチャンスです。せめて黄色まで行けよ。えのきさんにはかわして、うわー来た。ああ違う違う違う、クッピーやクッピー、これは頼ますよ青とはいえ。いやこれまで外れたらもう今日ちょっとひどすぎるぞいろいろ。あ、熱い青島さん、これ青島さん、あーこれか。さあ最終ゲームに持ち越されました。スミちゃん出ないか。よしやっと300のところで出ました。投手は70本。13時45分です。まだお昼ご飯食べてもこの時間。よしでもいいよ、やっとこれ上がってくれた。これがだって外れたらもう投手80本いってましたからね。よし頑張ろう。500枚出そう。500枚いいです。もうよし、とりあえず女性キャラ、まあまあそんなにねめちゃめちゃ熱いってことじゃないですけど。おっと熱い。これあのこの時点でもペラがないんで下が選ばれての弱チャンス目。はいボンボン、もう一丁いいぞ、ボンボン、ヘイ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 、2回か。どこ口、もう道口が今日本当邪魔する。今日の一撃最高獲得枚数はまだ確か200枚ですよ。上乗せが弱いんだよな。いや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 、絶望的なやつやんこれ。いや嘘やろ、もう弱すぎるわ。でも道口か、頼む最後チャンスアップ出ろ。よしよしよし、いけるいけるいける、 OK。 よーし今の組み合わせでいったのはでかい。犬飼さんか、いやいやでもよかったよかった、今のは危なかった。よしぞボンボン、1回じゃダメだって。おいった10個20、20か、まあ、とりあえず上乗せです。
ちゃくちゃんすね。20あボートだこれ多分。あれいや弱者とか引いてないもんね。あれボートしか引いてないでしょ多分。うんだボートだと30以上だからこれまだ後ろに隠れてますよ後乗せ。あのさっきのえのきさんの演出でボート引いたやつか他にもボート引いたっけ。ただボート以外は引いてないと思うんですけどね。後乗せもいっちょ。あれしかもオッズ表最悪や。うわもうこれ完全に負ける流れやん。いやー2連の壁が厚いっすね。スミちゃんも全然出てきてくれん。ターンターンターン2ターン2これじゃ勝てんよなさすがに。ここで優質いけば熱いっすよ。あこれは熱い。70ゲームで優質。ここでの前兆はちょっと熱いっすよ。発展するかもう。いやー手の木さんだけど変わった。いけるいけるいける。これはいけるよ。86ゲームですよ今。 1,2 波の手前で前兆が始まることを考えたら計算が合わないもん。 OK2 連続で3ゲーム目耐えろ。よしよいしょ。あーえのきさんに勝った。90ゲームなんとかつなぎましたね。よし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 。いやー70本も使ってるのになんでこういう当たるだけでちょっとテンションが上がるんでしょうね。本当にあいいマシンですよ。やっぱいいマシンだなとつくづく思います。さあ行ってこい。畑野えのきさんか。タクシーか。お乗った。オーケーオーケーオーケー。弱地に愚痴ってたら働いてくれました。惜しいぞ。これはついに3連目に行けるかもしれない。どっちだチェリーか。おっしゃ入った。ドラゴンズ延長入った。もういっちゃおい。2回か。あ頼む着地で乗った。 OK 10でもいいよ。さあ頼む。継続率はね悪くないんですが、ここはカットインさえ入れば。ああダメか。えのきさんを消したかった。浜岡さん割り込んでこい。これは継続率 10% じゃなかっただけにもったいない。スミちゃん出ず。継続させきなんすな。
あれちょっとこれ暑いっすよ。逆に今100ゲーム過ぎてるんです。あ、100ゲーム過ぎたところでやっとちょっと前兆っぽい動きが始まった。ちょっと遅いな。誘出を挟まないと、あー挟むか。唯一挟まないと熱いんですけどね。わあでも青島が出てる。この辺で唯一行かなければ。いいぞ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 。まだ行くなよ。うん、そうそうそうです。調子いいだけです。唯一はまだ行きません。そうですそうですそうです。来た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 。3回言ったよ。来た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 。いや5回だった。これは熱い。これは熱いです。来た。うわーでも榎木さん。いや大丈夫でしょう。うわーチャンスアップなし。割り込め誰か誰か誰か。浜岡さん。困った時の浜岡さん。浜岡さん。あ、でも3連続通常攻撃なんで OK。 おい、よしよし、118ゲームいや土壇場で2連続天国。よし、さあなんとか、まあモンキー1台で大丈夫そうですね。うん、よかった。もうここまでねぶっこんどいて、なんか他の機種行くっていうのも嫌ですからね。モンキーだけで終われそうです。よし OK。 弱点の分ですね。どっちか片方が乗ってました。汽車開始画面は汽車。さあ頼む。カットインが入ればってとこですね。カットインが入ればもうライバルはガモーさんのみ。えのきさんかやっぱり。ああもう継続が下手すぎる。やっとスミちゃんが出てきた。よし、乗れ。あーダメか。くそー、さっきと全く一緒ですね。お、回変わった。継続確定です。よし、今日初の3連目ですね。これでバカンス行け、バカンス行け。強チェリーだったらねそこそこバカンス行ってくれるんですけど、弱チェリーは厳しい。バイーン。痛い。3連目はね割と鬼門なんで、ここはもうシングルでもいいです。とりあえず継続確定してくればいい。もちろんダブルで揃えばなおよし、揃わないのは勘弁してください。いきますよ、せーの OK。 よーし、とりあえずシングル。心が止まらないが流れ出しましたよ。挑発最初で最後、誰が来ても OK。 これで榎木さんと道口は消えた。
まあ、通常女カットインが入ってえのきさんがないはずの時にえのきさんがこうやってくれば継続確定なんですけど、まあ今回はもうすでに継続確定してるんでね。でこの金枠が入った場合は継続時の全速抽選に当選してる可能性があります。だこの後の普通に SC レースが始まった時の1ゲーム目に注目です。そこで演出が発生すれば激アツ。次のゲームです。来た。しかも今ドラゴンが光りましたね。上乗せ確定で、まあ、このケースは OK リプレイなんで継続時の全速抽選に当選しました。よいしょ、あーショップ来た。畑野で行こう。30ゲームぐらいは続かせよう。でボートで最後上乗せするってのが理想です。最悪なのは速攻チャンス役いて、しかもそれが弱チェ、もうそれが一番いっちゃいけない、やっちゃいけない旗の全速。30行こう、30は行こう。わわわわわわ、まだ11ゲームだぞ。だーもうアウト。もうこの時点でもうチャンスエッグです。しかも弱チやんかこれ、もうだこれがやっちゃいけないやつですよ。もうはえよ、もうシングルでもいい。